今日は1月の5日、明けましてツーリングへ行ってみようと思います。あいにく関西はお正月はずっと晴れていたんですけれども、もうこの通りギリギリセーフの曇り。淡路島へ向かってみようと思います。で、今日はねそんなに寒くないんですけれども、コミネのグローブを用意してみました。初めての電熱グローブなんですけれども、大地の冬グローブと比べて、そうですね、やっぱりここがちょっと大きい。で、中のこのインナーの部分がかなりふさふさで、非常にあったかい。で、あとバッテリーがですね、この手袋のこの裏面にあるんですけれども、手首のところですね、ここを開けてみると、はい、バッテリー、リポバッテリーですね、 7.4V 2100A。 これでまあ5時間ぐらいは持つらしいんですけれども、当然強度にもよりますけれどもね。でも中がね、結構モフモフ感が素晴らしくて、本当にこれバッテリー4じゃなくても非常にあったかい。かなり効果出そう。これちょっと今日は楽しみです。来た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 かっこいい明けましておめでとうございますいやでもなんかグローバー2の久しぶりなんで、サンクラがわかる、もう全然でしょ、なんかもうやばい、分厚いし感覚鈍いし、そうなんですよ。今日僕さ、これ初グローブなんやけど、コミネの電熱なのよ。初めて電熱、まだ電熱オンしてないんやけど、あ、そう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 、言うほど寒くない、今日別に普通でよかったよし、最近 YouTube でさ、2019年モデルをめっちゃ見てんのよ。いや、僕的にはね、もう100買うつもりでおってん、まだ一応買うつもりではいてるんだけれども、一番したいのはこの18年モデルは置いといて19を欲しいんだよで、これを見るとこうやってミラー越しに映ってるけど、やっぱかっこいいのよ。かっこいい。ほんで新しいやつも確かに最新のデバイスなんだけど、そこには魅力はあるんだけど、本当にかっこいいかっていうと、なんかちょっと若いというか、どうなのかなと思ってね。まあね、何秒以内も出るんだで、今日は淡路島何しようかの。そうやね、温泉も入っていきたいね。何？そんなもん全開よそんなもん全開ほんで電熱グローブも全開やけどいやーもうね、もうあったかいわ、神やわさあ来ました。バイクはどこだ、なんか手前ですよね、バイク左の。どこだどこだ、ここら辺だ。そうなんだ、結構手前だった気がする。お前あった、結構止まってる。あれか、よし、あ、ちゃんともうさすがに解除してもらったでしょ、あの電気量は。いや、まだまだごめん、ちゃうねん、行ってないねん、BM に。あ、そうそう、ずっとついてる。もう慣れたもんいやー、もうなんかね、もうこのまま売却しようかなってちょっとよぎってるぐらいからね。あった、つけますか、そうだね、
もう先行ってもしゃあないです。ああ、オッケー。女の子だ。よし。着いた。はい、ハーレー女子はすごいな。すげえな。初めて見た。へえ、ホスト女の子やのに。大人気ハーレー女子。さあ、おいくらか。さあ、いくらだ。結構高そうな気がするんですよね、8番だったから。いやー、でも2000円、2000円じゃん。うん、よし、じゃあ左へ。はい、はい、レッツゴー。いざ洲本へ。左で、太一のバッグを一回買ってみたのよ。はいはいはい、はい、リュックをね。中の収納とか生地の問題は3、4000円ではもう文句なんか全然言わないんだけど、はいはいはい、ウエストベルトがあるのね。はいはいはい、うん、これでここが気づいちゃったのよ。あー、なるほど。もうショックでね。まあ、あの剣までは何とか落としたけど、あれショックやった。ですよね。うん、え、なに、釘やったっけ結局。釘です、釘です、あれは。あ、そう。1回目は分かったから、タイヤがかけてたんで。はい、そうやな。なんかちょっとね、違和感がある気がして嫌なんですよ、ただ。あ、そう。タイヤイコールパンクするみたいなね。いや、そんなイメージが僕あるんで、僕も嫌な感じになっちゃって。そうやな。これって、うん、左？ね、はい、もうゴールはね、3キロ半だから、はい、おー、洲本温泉や、初めて来た。僕は初めて来ました。あ、いいね。あ、洲本温泉の看板。書いてますね。おー、ようこそ洲本温泉。へぇ、いいね、ちりめんのり、釘に。一応洲本、ニューアージまであと3キロで、はいはい。あ、なんか、ええとこやな、ここらへん。さあ、あと500メーターだよ。うん、もうここらへん。これだ、これだ、これだ、駐車場。ラッシーで行きます。はい。ちょっと聞いてみよう。あ、すいません。ここって、日帰り温泉みたいなのはあるんですか？あ、はい、了解です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし。おお。この坂の途中で止まりたくないですよ。うん、絶対嫌だ。いやー、今、ちょっとびっくりしました。フロントブレーキでガツって聞いたんだ。いつもと感覚が違う。怖いな、怖いな。